はい、どうもロイでございます。さあ、今回実況でやっていくのはこちらヘネシーベノム GT でございます。こちらアメリカのヘネシー社がですね、開発というか、まあ製造しておりますマシンでございまして、なんとかロータスエリーゼのシャシーなんですね。こちらエリーゼのシャシーを改造したものにですね、とんでもなくでかいエンジンを積んで、なんと時速400キロをですね実現するというですね、まあ、まさにモンスターマシン、まさに早速ね木にぶつけられましたけど、まさにモンスターマシン、こちらをね使ってくださいというリクエストがありましたんで、使っていきたいと思います。さあ、すげえ形してますよね。もうホイールスピンがすごいんですよこの車。さあ、やっていこう。400キロチャレンジももちろんやっていきますよ。よいしょ。おっとっと、まあ適当にレースする相手を探しながらという感じですが、 F40 いいですね。 F40 あれ、お、出ましたね。よし、 F40 なんか軽くひねってやりましょう。400キロの底力見せてやりますよ。 5.3 キロ、まっすぐ抜いちゃうとつまんないから、最初はこういい感じで一緒に走りましょうか。まあ、ナメプってやつですねこれが。おっとっとっとっ と, っとパイオンが危ね。まあ、じゃあ早速飛ばしていきましょうか。もうここも もうすでに300キロ超えてるというね。さあ、330、40、50、60、70、80、どうですかこのスピード、半端ないでしょ。やばい、違った、レガシーにおかも掘った、ごめんね。すごい、なんかおじいちゃんが乗ってそうなレガシー。ええ、ゴールどっち、なんかすごいナビ出てるけど、こっちで合ってるよね。さあ、もう一回400キロアタックいきましょう。なんかおかしいよね、12キロってそんなバカな、さっきだって5キロって出てなかった、あれ、なんかがおかしい。いやいや、ナビがおかしいでしょこれは。いやいやいや、ゴールここじゃん、しょうがないですね。もうこれはもうさっさと F40 さんにゴールしてもらいましょう。ナビがちょっと調子悪かったですね。さあ、しょうがないから、もう一回ドライバー探しですね。このレースが終わるまで反応できないので、さっさと F40 さんにゴールしてほしいんですが、うわ、ランチ走ってる、かっこいい。さあ、これで、1戦目はちょっとまさかのナビトラブルでちょっと敗北しましたが、気を取り直してやっていきましょう。マクラーレン P1 とかラフェラーリあたりのライバルがいればいいんですけどね。こちらは 288GTO、 ちょっと車格が違いすぎる。なんかあれだな、取りたい時に限ってドライバーがあんまり出てこないっていう。おっと危ない、危ない、曲がりきれない、刺さりましたね。思いっきり刺さりましたが、まあでもとんでもない化け物みたいな車ですね本当。これはフィアットかな、ちょっとこれは勝負にならない、レガシーも勝負にならない。速い車が全然出てこないな、くそ。 S2000 も勝負にならないね。うーん、困った。まあなんか出てこないし、今回はじゃあ400キロ到達チャレンジっていうことでいっか。今回の動画はちょっとあんまりふさわしい相手が出てこないので、さあ380、90キロまで出たが、400はこれ出ないな、これコーナーがあるから。あ、400出てるわもう。これでおっと事故ったけど、どうしよっか、いいドライバターが出てこないんだよな、ちょうどいいのが。困ったな、またランチャーでしょ。前の車速そうだな、これなんだ、いいですね、 V12 ベルリネッタ、めっちゃへこんでるけど、やっていきましょう。ようやくまともにレースできそうな車が出てきた。ただ直線ではもうぶっちぎりでこっちの方が速いんですよね。 V12 ベルリネッタを一瞬で置き去りにするだけのこの暴力的な加速、
とのバンプが今やばかった。ほんとあんなわずかなバンプでもね、跳ねたらもう死にますね、ドライバーは。でもアメリカ車ですけど、これで400キロ出したドライバーの人がすごいですよね、こんなの。危ね。もうちょっと制御できませんもんね、もうこれ。内装はこんな感じです。あ、やべえ、抜かれた。ちょっと真面目にやらないと負けるぞ、これ 1.7 キロ。まあでも楽勝でしょう。1.5 キロ。回せ回せ、うるさいな。いやー、ちょっと待って、事故った。くそ。前でベルリネッタが事故ったのに巻き込まれた。よしよしよし、追いつける。おー、いけるいけるいける、抜ける抜ける。サクッとオーバーテイクしてジャンプゴールですね。よし。あ、危ない危ない。さあクラッシュしてますけど、さあちょっともう一発高速に上がりましょうか。こちらの高速側に上がりましょう。ここの高速はでも短いんですよね、かなり。真ん中から上がってドライバターがいないな。サンジョバンニの方に行きましょうか。もうトラクションコントロール入れててもホイールスピンが半端ないんですよね。さあ、なんかあともう1戦ぐらい、ちょっと3戦って言いましたけど、ちょっと車があまりにも速すぎるので、強すぎてちょっといい勝負にならないですよね。もう見てくださいよ、この一瞬でこの360キロ台に入っちゃいますからね、この車は。いないな、いいのが。おっとっと、いやいい。この動画シリーズで間違いなく一番速い車ですよね。アゲーラとか、あとベイロンまだ持ってないので、っていうか、あの前回の動画でも言いましたけど、買うお金がないのでまだ乗り比べてないんですけど、一番超速いクラスの中ではこれが一番安いんですよ、値段が。だからこれ買ったんですけどね。あんま勝負なんねえな。まあでもこんだけもう速さをお伝えできたから、もうこれでいいですか。ちょっとこれぐらいで勘弁してもらえますか。ちょっといい車が出てこないんで、まあ車乗り換えるところまで行って、ごめんなさい、岡本った車は急には止まれないんですよ。ベノムは急には止まれないってやつですね。さあちょっと路地を抜けて、あ、ウルティマ GTR いるじゃん。こいつなら割といい勝負できるんじゃないか。お値打ち、お値打ち最速カー同士。さあやっていこう、 2.7 キロの勝負。相手も速いぞ。でも事故ったね。これで勝負ありでしょ。よいしょ。このゲームは本当対向車がね、鬼門ですから。よいしょ。やばない、やばない、やばない、やばない。さあ、あと 1.4 キロ飛ばしていきましょう。飛ばしていきましょうってね、僕よく言うんですけど、あのこの車だとね、飛ばしすぎて冗談にならないんですよね。もう見てください、もうこんなところで330キロ出てるんですよ、この車。半端ないですよね。さあサクッとなんとか勝利いたしまして、今回の動画はここまでにしたいと思います。またレベル上がりましたね。ちょっと今回はじゃあ一生少ないんで、ルーレットを一緒に回しましょう、おまけとして。しけてますね。もうちょっといいの来ないかな。来い。しけてますね。もう一丁回しましょう。さあ何が出るかな。ゴルフ R。 まあ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 、まあまあって感じですね。
さあ、それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画は何をしようかな。ちょっとね、ベイロンとアゲーラと、アルファロメオティーポ33ストラダーレは、ちょっとお金が足りないという理由でですね、ちょっと、無期限延期になります。申し訳ない。次はじゃあこれフォードエスコート使っていきましょうかね。エスコート、新旧エスコートを使ってくださいというですねリクエストありましたんで、新旧エスコート2本立てでいきましょうかね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。